将棋の藤井聡太竜王のファンの方なら誰でも知りたいと思う内容を作成しました。藤井聡太竜王の名人挑戦に関する内容です。第2局の2日目が静岡県浮月楼で4月28日に開催されました。立ち合い青野照一九段、毎日副立ち合い沢田慎吾七段、朝日副立ち合い佐々木勇気八段、記録係福田春樹三段と広森渉三段です。いよいよ第2局目の決着がつく日です。どんな対局だったでしょうか。さあ最後まで見てください。立ち合いの青野照一九段が封じ手を開封しました。封じ手は藤井聡太竜王が AI 候補手にある指し手で香を1、6に上げました。渡辺名人が大長考しています。持ち時間が逆転しました。渡辺名人の2日目の最初の指し手は66分考慮後に角を6、4に上げました。9筋攻撃態勢のようです。藤井竜王は慎重に19分考えて45手目に飛車を1筋に移動して1筋と9筋の攻め合いになりました。46手目に渡辺名人は玉を2、2に入れて顔面受けに決めました。47手目を藤井竜王が考慮しています。評価値は藤井竜王よりです。アベマ解説の中村八段が3、5、歩を指すと以下角を切る恐ろしい攻めを考えているかもと解説した。果たして藤井竜王はその攻め方をするでしょうか。それとも9筋を守る8、8、金でしょうか。大きな分かれ道に来ていますね。59分の大長考後に指した藤井竜王の47手目は攻めました。3、5、歩と指しました。48手同歩、49手同角と進みました。渡辺名人の指し手が早いですね。3、両、金と指しました。大盤解説の木村九段が驚きました。当然昼食休憩まで指さないと思っていたようです。藤井竜王は51手目を指さずに昼食休憩に入りました。2日目の昼食は渡辺名人は握り寿司でした。藤井竜王は牛すきに御膳でした。午前のおやつは渡辺名人はどうする家康バームクーヘン、徳のお抹茶富士の初雪とアイスコーヒー。藤井竜王は僕たち兄弟8人クッキーとアイスコーヒーでした。藤井竜王と同じ杉本昌隆八段門下の室田女流二段は金井幸太六段との解説の合間に弟弟子のおやつタイムを見守った。同門とはいえじっくりと弟弟子のおやつの様子を見守る機会はそう多くはない。藤井竜王がストローの紙袋を丁寧に伸ばして折りたたみアイスコーヒーにガムシロップを注ぐとガムシロップ入れる派なんですね。ミルクを手に取るとミルクも入れる派なんですね。ふふふふと一挙手一投足にコメントを入れながら微笑ましい様子で見守っていた。午後のおやつは渡辺名人がアイスコーヒーのみでデザートのオーダーはなし。藤井竜王は結果のウーロン茶と東京ウーロン茶でいつものダブル飲み物でした。ダブルウーロン茶を選択。風味が違うとはいえまさかの二刀流に視聴者からは引き茶始まった。斬新すぎるやろ、謎すぎる、レベル高い、どう違うんと混乱の声が多数上がっていた。藤井竜王は昼食休憩明けにも少し考慮して指した手は AI 最善手でなくて角を2筋に引きました。この指し手で評価値が 10% 下がりました。53手目も AI 推奨にない指し手でこれで形勢化が逆転して渡辺名人有利になりました。藤井竜王は1、3、角なりと攻める指し手の先が読めなかったようですね。56手目に渡辺名人が9筋の同香と取った手に対して藤井竜王がまたまた長考しています。持ち時間は1時間以上藤井竜王が少なくなっています。悩み深そうな藤井竜王で難解な局面ですね。簡単には勝てないようですね。渡辺名人にとっても
難解な局面だと思います。形勢が互角に戻っています。藤井竜王は54分考えて同香と取りました。渡辺名人はノータイムで同飛車と取りました。藤井竜王は勝負手ですね。強者を6筋に打ちました。これで形勢が渡辺名人が有利になっています。この強打ちがこの対局の勝負を決める手になるかもしれません。渡辺名人が大長考になっています。60手目に78分考慮後に最善手の飛車を成り込みました。藤井竜王は1筋の歩をついて、渡辺名人が同歩と取り、藤井竜王がその後角を取りました。渡辺名人は64手目に強者を取らずに桂馬を打ちました。この指し手で互角に戻りました。そして66手目に強者を打ちました。これで藤井竜王が少し形勢が良くなっています。藤井竜王が読めない局面を作ってチャンスをつかみかけながら、自らが先に崩れるいつものパターンになりかけている渡辺名人ですね。ここで藤井竜王が時間を使って考慮しています。佐々木勇気八段の解説では先手の指し方が難しいと解説しました。ここで夕食休憩に入りました。夕食は渡辺名人がざるそばで、藤井竜王がおにぎり、鮭とおかかでした。67手目に藤井竜王はすぐに最善手の強成を指しました。形勢は藤井竜王よりの互角ですね。時間に余裕のある渡辺名人がゆっくり考慮しています。このあと藤井竜王が7、9、玉と指せるかどうかが勝負の分かれ道になりそうです。佐々木勇気八段や金井光太六段は非常に見えにくい手ですと解説していた。やはり藤井竜王でも指せませんでした。2、6、桂馬と打ちました。少し渡辺名人よりの互角になりましたが、アベマの評価値も揺れています。難解な局面なんでしょうね。渡辺名人が72手目に玉を3、3に逃げた指し手で、一気に形勢が藤井竜王が優勢になった。この手が敗着となりました。仕方なく無理やり攻めた渡辺名人が78手目に竜で9を取った指し手で、藤井竜王が勝勢になった。藤井竜王はかなり苦戦した対局であったが、87手で勝利して最年少名人にまた近づいた。夕食休憩明けの正確な指し手が素晴らしかった。一気に優勢になってからは魔法のように一手のミスもなく勝ち切ってしまった。50手まではほぼ藤井竜王よりに進行していたが、51手目の角を2筋に引いた指し手で評価値が渡辺名人寄りになった。64手目の渡辺名人の桂馬打ちで形勢が藤井竜王に傾いた。敗着となった72手目の玉の逃げ方で一気に藤井竜王が優勢になり、78手目の竜で9を取った指し手で藤井竜王が勝勢になった。こうなると間違いない藤井竜王で、最善手の連続で87手で渡辺名人が投了した。終了後のインタビューでは藤井竜王はこの評価値以上に苦しいと感じていたようでしたね。いつものことながら藤井竜王が早く時間を消費していますね。途中で並んだ時もありましたが、終盤の入り口でも1時間程度少なくなっています。渡辺名人が70手目と72手目に多く時間を使い、残り時間が逆転した。終わってみると藤井竜王は33分時間を残していった。終了後のインタビューでの内容です。雁木模様の展開になりましたが、序盤の駒組みのあたりはいかがだったでしょうか。5、4、ふと疲れて、なんというか後手から速攻を狙われるというような形もあるのかなと思ったので持久戦にしたんですけど、ただ経験のない形になってどういう駒組みにするか難しいと思っていました。1日目の封じ手の局面までの形勢判断はいかがだったでしょうか。5、9、角から2、6、角としたんですけど、その形が生きるかどうか
ちょっとなんというか微妙なのかなと思っていました。その後、1、5、ふからの刺し方はちょっとなんか良くなかったかなという気が。2、9、ひとかで形を整えておいた方が良かったのかなというふうに思います。封じて、候補手がある中で、1、6、今日を選ばれたが、どういう判断？そうですね、1筋から攻めを見せてどうかと思っていたんですけど、ただ、ちょっとやっぱり強者も追わずってしまうと、全体的にこちらの攻め駒が安定しない形なので、あまり、この辺りの構想が良くなかったのかなというふうに思います。角王さん、5に上がられて1、3から攻めていくのかと思われたが、2、6、角と引かれたが、端攻めの難しい筋があったんでしょうか。いや、そうですね、3、4、金と上がられて、1、3、角なりが成立するかわからなかったんですけど、ただ本譜はかなり大きな誤算があったので、なんか、やっていくしかなかったところではあったかなと思います。9、6、ふと香車を取りに行った手が、その後攻め駒がさばけない形なので、苦しくなったのかなと思っていました。と語りました。この連勝で、名人獲得が 99.35% になり、最年少名人が見えてきましたね。最後にお願いがあります。2023年には、藤井竜王が8冠を達成すると思う方に、また、一般棋聖4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て、忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをポチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。